フェロー諸島での追い込み漁の様子。追い込み漁は、複数の船舶を用いる。ゴンドウクジラと見られる小型クジラ類の群れを追い込んでいる。ゴンドウクジラは、フェロー諸島の追い込み漁の主たる獲物である。イルカ追い込み漁は、捕鯨の手法の一つで、クジラを対象とした追い込み漁である。いわゆるイルカと呼ばれるような小型のハクジラに対して、主に使われ。 船と漁網で大会に至る抜け道を塞ぎ、入り江や浜辺に追い込んで捕獲する。芸類追い込み網量、小型クジラの追い込み量などとも表現される。なお、日本などの古式捕鯨は、クジラの行き先に網を仕掛け、セコ船で追い込む方法であるが区別し、また、本項目では、小型クジラ類の追い込み量または単に、追い込み量、量と記す。 世界の数カ所でこの漁獲方法により小型クジラ類が取られており、太平洋北西部の日本、オセアニアのソロモン諸島、大西洋のフェロー諸島や南アメリカのペルヨで行われている。捕鯨の方法としては初期捕鯨時代から用いられてきたものである。日本においては700年ほど前の中世には追い込み漁が行われていた。それに伴い特徴的な民族もあった。 捕獲された小型クジラ類は主に芸肉、イルカ肉として食用にされるほか、一部は、水族館など、イルカショーなどの展示や研究用に使われる。現代では、イルカの追い込み量は、芸類追込む毛漁業、芸類追込み網量、芸類追い込み網漁、クジラの追い込み漁、小型クジラの追い込み漁、小型クジラ類の追い込み漁、または単に、追い込み漁、追い込み網漁などと呼ばれる。 また、日本の行政機関では、追い込む毛う漁業、芸類追い込む毛う漁業や、イルカ漁業を、公文書で用いている。イルカ追い込み漁は、ドルフィンドライブハントのわけで、江戸時代の非前では単に、イルカ漁と呼んだ。明治時代は、港などにやってきた小型クジラ類などの獲物を、和歌山県では、寄せ物、また、沖縄県では、ゆいもん、岩手県では、 裏入れ者と呼び、岩手では、獲物が、港などにやってきたことを、裏入りと呼んだ。1950年代頃の NHK の放送では、追い込み漁を単に、池鳥と呼んだ。また、1960年頃の民間報道では、追い込み漁を、イルカ漁と称していた。なお、江戸時代の日本などで行われた大型クジラを、対象にした、古式捕鯨は、回遊する。 クジラの行き先に網を仕掛け、セコネで追い込む方法であるが、それと追い込み量とは、慣習的に区別される。1893年のガンボルグフィヨルドでの、小型クジラ類の追い込み量の風景を描いた絵。フェロー諸島の伝統食。黒いものが、ゴンドウクジラの肉。中央のピンク色のものは、ヒカシボウソウ。 デンマーク本国デンマークには追い込み漁が行われてきた歴史がある。例えば、南デンマーク地域のガンボルグフィオルドでは16世紀には行われていた記録があり、その後も少なくとも19世紀末でも行われていた。21世紀初頭でも大西洋上に浮かぶ自治漁であるフェロー諸島では継続されている。フェロー諸島フェロー諸島では主にゴンドクジラを食用に、 する目的で追い込み漁が行われる。公式には、この種だけに限った漁である。また、大西洋カマイルカも取れ、また、稀に来たハンドウイルカやハナゴンドウといった種も取れる、こともある。地元ではこの漁は、グリーンダドロップとして知られている。漁期は決まっておらず小型クジラ類の群れが島に十分、接近したところを漁師が発見すると漁が始まる。 ボートによって、獲物を浜辺に追い込み逃げ道を塞ぐ。小型クジラ類は浜辺にあげられると、ほとんどが移動できなくなり、海中に残した獲物はその脂身に、金属製の針を突き立てて陸にあげるが、昨今は、動物虐待だという主張に応えて、噴気口に針を差し込んで引き上げることが多い。陸にあげると、小型クジラ類の首の手動脈や脊髄を切り絶命させる。 切り方によって小型クジラ類の死ぬまでの時間は数秒から数分まで様々である。漁師が群れのすべてを浜辺に追い込めない場合には獲物は海へ返される。ゴンドウクジラは東大西洋と中部北大西洋海域に77万8000頭が生息していると推定される。フェロー諸島では 毎年約1000頭のゴンドウクジラとその他の小型クジラ類が通常はスーダース、せいぜいに300頭までが消費されているが、その数は年によってかなり異なる。1年間で消費されるゴンドウクジラの頭数は生息数の継続的な維持を脅かすようなものではないと信じられている。2013年には、 ゴンドウクジラと大西洋カマイルカを合わせて1534頭が消費された。1986年からフェロー諸島はシー・シェパードによる妨害活動を受けた。一方、およそ20年前から対抗運動として PR 活動などを行うゴンドウクジラ協会が設立された。1986年のシー・シェパードの暴力には警備艇に向けて ライフルを撃つなど過激で危険な行為も含まれた。フェロー諸島には日本よりも以前から小型クジラ類の肉に含まれる有害な汚染物質の研究が行われた。肉には頻繁に摂取すると健康を害する危険があるほどの水銀やカドミウムが含まれており、特に子供と妊婦はその危険性が高いと指摘されることが多い。 2008年11月にニューサイエンティスト氏はフェロー諸島での研究結果が出たことで二人の遺憾が汚染度の高さからゴンドウクジラの肉を摂取しないように警告を発したという記事を報じた。フェロー諸島の上級厚生担当官によると2008年に地元当局が汚染されているためこれ以上ゴンドウクジラの肉を摂取しないように通達を出したことにより 消費量は減った。グリーンランド西グリーンランドでは、18世紀後半から、ランカスター海峡で、白イルカの量に追い込み量が用いられた。歴史古代沖野島遺跡入江貝塚、東海山貝塚江戸川、貝塚間脇遺跡縄文時代のイルカ量の証拠がある。遺跡追い込み量は特別の道具を使うことは少ない。ため、考古学的な遺物が残りにくい。そのためもあって、 追い込み量だったかどうかはわからないが、縄文時代のマワキ遺跡から、日本最古のイルカ漁の跡が見つかっている。また、入江貝塚、東海山貝塚、正明寺貝塚、井戸川遺跡などからのイルカの骨が見つかっている。千葉県では、縄文時代早期の約1万年前から、沖ノ島遺跡で、イルカ漁が始まっており、谷向貝塚や稲原貝塚からも大量にイルカの、 骨が出土している。稲原貝塚からは、黒曜石が刺さったイルカの骨も見つかっている。この他、ネゴウ貝塚、小作貝塚、ナタギレ洞窟遺跡などからもイルカの骨が見つかっている。中世日本におけるイルカの組織的捕獲に関する、最古の記録と見られるものに、1377年、長崎県、五島列島の豪族青形市の青形銃が残した。 置きぶみがあり、以下の内容から、当時すでに、イルカモが存在していたと伺われる。青方獣置きぶみ案かつおあ、み、しあみ、ゆるかあみ、力あらはせ、うせうはじんをもかりそうらいて、しいたして地教えし、えいは3年3月17日、青方文書これについて、静岡産業大学教授の中村洋一郎は、当主、青方獣が、子孫に残したおき文において、 カツオ、マグロ、イルカを狙った網について、もし力があるなら、人足を借り出しても精出して、管理運営すべきである、と解釈し、剣切れ網を仕掛けて回遊するイルカを捕獲する、追い込み量の存在を推測した。追い込み量には、大人数が必要なため、中世の対馬にも、同様の事情を伺わせる、宋昌栄の千四百四年の反物の写しの、宗家古反物写し、 あたえよしさとげが見つかっている。近世以降静岡県伊東市の井戸川遺跡から15世紀末から16世紀前半にかけて食べられたと見られるイルカの骨が大量に見つかっており、静岡県教育委員会はイルカ漁が縄文時代から続いていた可能性が高いと考察している。1675年には原宮城県気仙沼市の唐桑では、 イルカの群れが押し寄せてきた時には、カラク桑半島と大島の間に伊達切れ毛を張っての追い込み漁が行われていた記録が残っている。カラク桑では明治初めの頃まで追い込み漁が行われていた。1745年に、原地図岡県の湯川村で、イルカの大規模捕獲に関係しての争いがあった様子が記録されている。1773年3月に、 唐津藩士の木崎雄賢が描いた、非全国産物図工の一つ、イルカ領事マグロモーノ図、大網、開始が成立した。このうち、イルカ領事は、イルカの群れを捕獲する、追い込み漁の様子が描かれている。1838年に、北村国実が書いた、能登国際大津絵には、石川県マワキ村のイルカ漁についての記録が、イルカ、マワシとして残されている。 それによると、旧暦3月から4月にかけて、6、7人乗りの船3、4艘ほどが、魚見船として三里の沖に出て、群れを発見すると、荒い網で囲って陸に合図を送り、3、4人乗りの船6、7艘が応援に駆けつける。これらの船が、船べりなどを叩いて、音を出し、群れを案に追い込んで捕らえる。 多い時には千頭ほどが追い込まれ、すべて取るのに2日かかることもあった。説明図には、多くの船と網で、イルカの群れを囲い込む様子が描かれている。19世紀幕末に、浜野武雄が書いた、伊藤氏によると、当時の静岡では追い込み漁ができるほどの組織だった、漁業団体が少なく、実施されているのは、床川村、松原村、稲取村のみであった。 1934年発行の静岡県市には、この他につま小浦、あらり、お前崎も挙げられている。大寺和歌山県大寺町は、古式捕鯨の誕生の地であり、400年ほどの捕鯨の歴史があるが、もともと、クジラ類に混じって、小型クジラ類をも食す習慣があり、江戸時代には主に沖合での筑棒での、ゴンドウクジラ漁があり、並んで、港などに、 たまたま名入したゴンドウクジラなどの寄せ物を追い込み漁で追い込んで共有の網で捕獲することもあった。大事調子の493ページに記載された1899年の追い込み漁は山見が61頭のゴンドウクジラの群れを発見して行われた。 1906年の政府宛て報告書には追い込み量の期限が不明なことや村の共同作業であった量の収益が村の共有財産になった旨が説明されている。また、水族館への初めての出荷の記録が残るのは1933年で、その時は阪神方面の水族館に搬送された。1969年には、 クジラの博物館の展示用に捉えることを依頼され、12年ぶりに、漁が成功した。以後、漁の成功回数が増えていった。また、この頃、漁の専業者が出現し、静岡県の富と川名から技術を移入した。明治以降大浦あらり、川名、富戸。 稲取、生名護、大実津島、明治、昭和初期の、主な小型クジラ類の追い込み量の場所、明治の初年頃に追い込み量が廃止となったところが、多い。例えば、静岡の床は、松原では、明治時代に廃止されている。稲取でもイルカ到来が不安定で、年に1、2度の追い込み量では、採算が取れないとして、明治初年に追い込み量を廃止したとの証言が、残されている。 ただし、名取では、イルカが押し寄せるたびに追い込み漁が復活している。現宮城県気仙沼市、唐桑や岩手県山田町でも、明治の初年を最後に、イルカの群れが寄りつかなくなり、追い込み漁が行われなくなっている。逆に、明治になってから追い込み漁が行われるようになった、ところもある。例えば、静岡県の川名、富戸、田子などでは、 明治以降に始められている。川名でイルカ漁が始まったのは1888年であり、1922年には地元の神社にイルカ漁の絵馬が奉納されている。ふとでは川名から10年ほど遅れて始まったが、1903年に川名と乱闘になるなどして、戦後になるまであまり追い込み漁は行われなかった。静岡などでは大正の初めから、 昭和初期まで、イルカの回遊が減ったために一時的に衰えた。名護沖縄県名護市では、イルカは、ピット、あるいは、ヒートと呼ばれ、発祥は不明だが遅くとも、明治の初めにはその量が行われており、重要なタンパク源だった。方法は、沖縄独特のサバニを用いた追い込み量で、毎年2月から6月頃に、名護湾に来遊してくる、主に小ビレゴンドを、加えて、 バンドウイルカを対象にしている。1970年頃に最盛期を迎え、この頃は市民と漁協による熱烈な応援の元港の船が、ほぼすべて出港し、多い時は250頭ほど一度に漁獲していた。しかし以降は、九州、沖縄サミット開催へ向けた議論の影響もあって、減少に転じ、1989年には自由捕獲が禁止となった。 以降は、毎年の漁獲量限度を設定しての実施となっている。主な用途は食用であり、絞られた油は食用油にされ、一部は肥料としても利用された。ただし食用は主に、名護市に限られ、古老の話では、食用として一般に普及したのは、第二次世界大戦後のことである。昭和以降1942年から再び大規模な、海遊が始まった。 静岡県では1942年に、あらりで2万頭の漁獲が報告されている。津島では、沿岸のリアス式海岸を利用した追い込み漁が行われている。1960年頃には1000頭ほどが到来しており、以後数年ほど、年間200から300頭が捕獲された。静岡県では1960年代にピークとなって、 年平均1万千頭が捕獲されているが、以降は減少し、1980年代初期には、年戦闘頭程度にまで減っている。商業的な、イルカ漁業のほか、外獣駆除の手段として利用された事例もある。長崎県の域岐島では、1976年から1986年に、かけて、大規模な追い込み漁が、外獣駆除目的で行われていた。 意気等の漁師によると、1965年からイルカ、小型クジラ類の群れが、近海に現れて一本釣り量の釣り針にかかった、ブリを横取りしたり、小型クジラ類の影響で魚群が消失したりといった、被害が発生した。音による威嚇や銃による駆除が10年にわたって、 試みられたが効果が薄く、やむなく、和歌山県の大地や静岡県の富戸の技術指導の下で追い込み量を導入したという。各種イルカが捕獲され、一気には食用の習慣がなかったために、一部を除いて、家畜飼料や肥料原料にされたり、砂浜に埋没処分された。飼料、肥料生産のために、専用の粉砕機も購入された。追い込み量による駆除は、 一定の効果はあったという。この量は、小型クジラ類の回遊数減少により1986年を最後に規模が縮小した。エルザ自然保護の会によると、1996年を最後に捕獲はなく、95年度を最後に捕獲が許可されていない状態である。方法書は前半まで追い込み量の方法は、漁船50から60層で、 半月状に群れを取り囲み、透析、水面を叩く、船べりを叩くなどして、湾内に追い込み、湾を、剣切れ網で塞ぐというものだった。小型クジラ類の漁法は追い込み、漁以外にも、呼吸の際を狙った鳥取と呼ばれる森を使った、方法も行われた。当時は、肉は、食用、脂肪は、油採取、皮は皮製品に用いられた。なお、 食用としてはごぼうなどとともに味噌煮にするのが一般的だった。静岡県では醤油漬けやみりん漬けを天日に干したものが焼いて食べられた。皮からは油が取られ揚げ油や石鹸の原料として使われた。絞った後の皮は揚げて菓子として食べられた。残りは良質の肥料とされた。静岡県の川名でのイルカ小型クジラ類の追い込み量は カンカンと呼ばれる、妄想地区の節を抜いた棒で海面を叩いたり、銅月と呼ばれる150センチメートルくらいの棒を投げ込んだりして、13ノットぐらいの速度で行われた。1回の漁獲量が1000から2000頭ほどだった。江戸時代の漁の様子は、非全国産物図工の一つ、イルカ漁師、マグロモーノ図、大イモー、海紙を参照されたい。現代の漁老日本では、 漁師から選抜されたグループが漁を行う。数隻の船団で出港して、まず、小型クジラ類の群れを肉眼、そして双眼鏡を用いて探す。大事町等では、他の漁船による小型ゲイ類発見の法を受けて、出港し、水揚げ後に、その発見者に対して、発見料を支払うこともある。小型クジラ類の群れに接近すると漁師たちは、 金属製の棒を海中で鳴らし、小型クジラ類に音を避けさせるようにし、湾内に追い込む。小型クジラ類が湾内に入ると逃げられないように、漁網を素早く閉じ確保する。捕獲作業は、小型クジラ類が落ち着くのを待って、翌日以降に行われることもある。捕獲は、湾内で囲っていた小型クジラ類を、漁船で、 水深数十センチほどの海岸まで捕まえやすいように追い込む。そして、ウェットスーツを着た漁師が浅瀬に入り、小型クジラ類の尾びれにロープをかける。このロープを岸に張った長い綱に固定し、小型クジラ類の動きを抑える。そして、動きの鈍った間合いを見て、小型クジラ類を絶命させる。この時、首を切開する方法などが取られていたが、 小型クジラ類に苦痛が多いとの批判を受けることがあり、2000年以降は、フェロー諸島で用いられているのと同じ、頸椎に金属ピンを刺す方式が導入された。新しい方式は、脊髄と周辺の血管層を同時に切断することで、脳への血流を停止させるもので、小型クジラ類の苦痛を軽減するとともに、作業の安全を向上させる効果がある。ただし、 スジイルカとマダライルカについては、水際で激しく暴れるために新方式の利用は、困難で、改良のため研究が続けられている。また、1933年以後、大事では、水族館向けに池取りをした記録が残る、が前述の通り散発的な量であり、その需要が途絶えた戦争を挟んで、12年ぶりの捕獲成功で、 本格的に再開したのは1969年以降である。現在では、小型クジラ類の購入希望者は、岸近くまで追い立てられた個体の中から、性別、サイズなどをもとに希望する小型クジラ類を選び、傷の有無等を確認する。そして、購入が決まった小型クジラ類は、胸びれ用の穴が開いた、専用の単価に乗せられ、トラック等で輸送される。 民族戦後内い首相は30年代まで存在した追い込み寮と住民との関係について寮への住民の参加追い込み寮は群れの発見により始まるが住民が動員された。津島では地元民のうち16歳未満の子供及び60歳以上の老人以外の男子は作業に参加した。女性にも役割があった。若者は村の年齢改定の仕組みに沿って 役割が与えられていた。時代が流れ、1950年代から1960年代の、静岡県の川名や、和歌山県の大寺町では、子供らが小舟に乗って、漁を手伝うことが、映像に記録されている。特徴長崎県の五島列島には、小型クジラ類の漁に際し、縦柄とお化けを漁への貢献者への報酬として与える、習慣があった。 これらはそのままで過食だが、縦柄を家の軒下に吊るし続ける習慣があった。何年も吊るし続けた家もあったり、干した縦柄を保管した家もあったと伝わる。また、イルカ神が祀られる神社に縦柄を奉納する人もあった。縦柄やお化けを奉承として功労者に与えることは、1936年のイルカ組合規約にも定められていた。 カンダラとは、追い込み量で取れたコミュニティの獲物を、全体の集計とは関係なく、若者や女衆が一部の獲物を持ち去ることである。若者や女衆が、一刀丸ごとや、刃物で身を切り取って持ち去ることが、コミュニティに許されていた。九州北部によく見られた慣習で、イルカの浜のごとという発想による。カンダラした切り身はその場で食したり、一刀丸る。 持ち去って売り換金したりした。津島では女衆が行えば腰巻きカンダラ、若者が行えば隠しカンダラと言った。静岡県伊豆地方では若者たちが行うそれを同心坊と言った。カンダラがひどい場合は住民による見張りが置かれることもあった。津島では追い込み料から税を取ったが役人がカンダラをめこぼしをした話も伝わる。 江戸時代に追い込み漁で獲れた小型クジラ類を若者が勘だらをしている姿は1773年に描かれた非全国産物図工の一つイルカ漁師マグロモーノズ大モーカイにも描かれていることを中村洋一郎は指摘する津島で戦後まで見られた風習数名の選ばれた女性が各船に乗りその女性らが追い込み漁で追い込んだ小型クジラ類に 最初に森を撃つことを競ったもので、女性の初森がなければ、男性は小型クジラ類に手を出せない風習があった。初森は若い婦人が行う地域や、やや年長の婦人が行う地域があった。初森に際しては、女性は晴れ着で清掃をした。初森された小型クジラ類は女衆の取り分となった。初森は村落ごとの競争であったので、 参加する女性は真剣に言ったが、楽しい思い出となっている。津島では、追い込み漁の後に、女性だけで園を開き、これを、地祭りという。地祭りは、食材に、小型クジラ類の肉が用いられ、焼いたりして食したが、食材の小型クジラ類は、かんだらを行って、浜から持ち去った。地祭りという言葉は、津島でも一部地域のみで用いられたが、 地祭りと同じ習慣は他の地域でも見られた。漁の際に女衆が縁をする姿は1773年に描かれた非全国産物図工の一つ、イルカ漁事マグロモーの図大門、海神にも描かれていることを中村陽一郎は指摘する。甲武田タ行イルカ武行。江戸時代の津島藩に置かれた武行。 小型クジラ類の水揚げから税を得るための監視役。漁があるたびに、現地に派遣された。役人が来るまで水揚げができない決まりがあった。津島での税率は初めは3分の2であったが、後に、利益の少ない漁民が小さな群れを見逃していると、税収が落ち込むと考えられ、税率が3分の1と変わっていった。戦国時代の駿河の桂山市に似たような、 建物奉行があり、中村洋一郎によると、高豚奉行は、ハンガ、小型クジラ類の漁獲を管理する全国でも珍しいシステムである旨を述べている。現代の漁業捕獲制限の開始小型クジラ類は1988年の商業捕鯨モラトリアムの頃から、 クジラの代用として需要が増え、1986年に16,515頭だった、イシールカの捕獲数が1988年には4 3 6 7頭にも増えた。そのため、1991年のイシールカをはじめとして、漁法ごとクジラ種ごとの捕獲制限が設けられた。追い込み量に関しては、2006年まで静岡県で600頭。 和歌山県で2380頭の計2980頭が許可が与えられており、2007年に2468頭、2008年に2393頭へと変更されている。静岡県には年間捕獲枠数が600頭ほどが割り当てられていたものの、1993年以降は年間100頭を割っており、 さらに1997年以降は1999年に71頭に減った。また、和歌山県は2015年現在、捕獲枠が1971頭に減少している。現代のクジラ類追込無漁業、IWC 管轄外の小型クジラ類の捕獲に関して、現在の日本では農林水産大臣の許可の下で、捕鯨法を使って行われる。 小型捕鯨業と都道府県知事の許可の下行われるイルカ漁業があり、追込萌う漁業は森を使って行われるつくぼ漁業とともにイルカ漁業を構成する一つの漁法である。追い込み漁は静岡県と和歌山県で知事により許可されているが、静岡県では2004年に半導イルカ9頭を捕獲して以降捕獲実績がなく、現在追い込み漁が行われているのは 和歌山県大寺町の大寺井様組合によるもののみとなっている。和歌山県でのイルカの追い込み量は日本の水族館での有力なイルカの入手先であり、また捕獲されたイルカは海外16カ国にも輸出されてきた。2013年に日本国内の追い込み量で捕獲された頭数は和歌山県大寺町で捕獲された1239頭であった。追い込み量の内訳は スジイルカ498頭、ハナゴンドウ298頭、マダライルカ126頭、ハンドウイルカ190頭、マゴンドウ88頭、カマイルカ39頭であり、そのうち、水族館やドルフィナリウムなどへの生クジラ類の出荷頭数は、スジイルカ1頭、ハナゴンドウ12頭、マダライルカ45頭、ハンドウイルカ84頭、マゴンドウ1頭、 カマイルカ29頭である。2014年度の捕獲頭数は937頭であり、そのうち生クジラ類の出荷頭数は84頭であった。過去には少数のシャチが取られたこともあったが、現在は捕獲禁止で、学術調査用の特別許可が出た時にだけ捕獲されており、最近では1997年に、 和歌山県大寺町で5頭が捕獲されて以降は捕獲実績がない。2015年には大寺で生態捕獲されたイルカの半数が中国や韓国やロシアなどに輸出され各地の水族館での需要を支えている実態が報告された。中でも中国へは2015年までの5年間で200頭以上が輸出された。輸出は 専門のブローカーが担当し、捕獲地が直接携わることはない。生態捕獲されるイルカのすべてが動物園や水族館が向けとされる。両への賛否域長崎県の域島では、1978年に捕獲の様子を撮影した映像が公開されたことをきっかけに捕鯨に批判的な国々を中心に避難を浴び。 歌手のオリビア・ニュートン・ジョンが二度目のソロ公演のための4月の訪日を延期した。その半年後にソロ公演が開催された後にオリビアは息気の漁民が生きるための手段であったことを知り、日本公演の際にイルカと人間が共存できる研究のために千葉県の海洋生物研究所に2万ドル寄付した。そのような中の1980年に外国人活動家が 漁で捕らえられ処理待ちの小型ゲ類約250頭ないし約300頭を網を切断して逃がす事件を起こした。倫理哲学研究者のピーター・シンガーが承認をすることがあったが、網を破った威力業務妨害罪で有罪判決を受けた。また、国際的な批判は、この追い込み漁が漁民の生活を守るためだということが伝わると、沈静化していった。 ふと1980年12月、富戸と川名の共同操業が、富戸で行われていたが、外国人活動家によって、小型クジラ類を逃がされる事件が起きた。また、1996年には、オキゴンドウ50頭を捕獲し食用と水族館に販売したが、量を監視していたエルザ自然保護の会などに、オキゴンドウは捕獲対象種ではないことを指摘され、 是正を求められた。二ヶ月後の十二月一日付の伊豆新聞には、この件に関し、ユリカが人間を食っていると題した漁師の手記が公表され、小型クジラ類による漁業被害がひどい中、その小型クジラ類を離さねばならない理不尽さが書かれた。ミイラク九百九十年十一月にの三日、長崎県五島市の城両家浜に花権道582頭が、 漂着した。福江島のミイラクなど、五島列島は、小型クジラ類を追い込み量などで捕獲したり、またクジラ類の漂着もあり、小型クジラ類を食用にしており、この時も、食用としたが、それを、頭殴り解体、食用に、と、中日新聞が報じるなど日本のマスコミが、一斉に報じ、さらに、英国の各紙は、イルカ虐殺、あるいは、全世界の恥。 などと報じ、非難を浴びた。一方、五島列島では、小型クジラ類は、神の授かり物だという感覚があったり、離島であるために、牛豚の肉の値段が高く小型クジラ類に需要があったりし、小型クジラ類を大切なタンパク源として、分配していたと、日本の週刊誌が擁護した。大事和歌山県大事町のゴンドウクジラの料理、和歌山県大事町の追い込み量は、 当地の観光名物であったが、2000年代以降は、環境保護団体の標的となっており、実力行使による違法行為が繰り返されている。例えば、野生のクジラ類の利用に反対する過激な行動を伴う、反捕鯨団体、C、シェパードなどの構成員が、2003年と2010年に、小型クジラ類を囲む網を切断したり、2007年には、活動からが、 サーフボードで漁場に侵入して、業務を妨害したり、また、2012年には、古式捕鯨のモニュメントを破壊した。漁業者側は、2003年の時点で、大事漁業協同組合の参事が、国際捕鯨委員会の目的は、クジラ資源の適切な保全を図り、捕鯨産業の秩序ある発展を可能にすることである、ことや、大事の捕鯨は伝統であり追い込み量も重要な、 構成要素であること、胎児の捕鯨者たちは何世代にもわたって、地域住民に食料を提供しており、今後も、漁を続ける旨を公弁した。和歌山県は、イルカ漁等に対する和歌山県の見解で、胎児町のイルカ漁は、これまでも何度となく、海外からやってくる過激な動物愛護団体の、ターゲットとなり、漁業の妨害や、精神的な攻撃を繰り返し受けてきました。 と記して、追い込み量に賛成意見を送り、これに称賛するコメントが多数寄せられた。2015年の和歌山県議会は、反捕鯨団体ーシェパードによる過激な批判や危険な妨害などは、すでに10年以上も続いている。県警察並びに、海上保安庁のたゆまぬ努力での警戒体制強化により、 沈静化も図られてはいるものの、終わりなき抗議活動によって与えられる精神的、肉体的な苦痛は計り知れない。と、シーシェパードを名指しで批判した、捕鯨とイルカ漁業への妨害や不当な圧力に対する抗議と、地域食文化を継承するための措置を求める意見書を全会一致で可決した。2009年に、大事長での漁に対して批判的な映画、 ザコーブが公開され、寮に対して賛否が巻き起こった。リック・オバリーを案内役として、映画は一貫した恣意的な編集や、無許可の撮影、やらせなどがあり、公開をめぐる議論や訴訟、映画に対しての抗議活動などがあった。例えば、和歌山県は、この映画のように、一方的な価値観や間違った情報で批判することは、 長い間大事町で、イルカ漁に携わってきた人たちの生活権を脅かし、町の歴史や誇りを傷つける不当な行為であり、決して許されることではありません。と激しく批判した。また、海外の保護団体の活動の影響で、イルカに関する一般の研究活動に対して、地元漁業者の協力が得られにくくなるという影響も出ている一方では、 認知度が上がったため、冷凍イルカ肉が売り切れた現象が起きた。小型クジラ類の捕獲や生け締めの現場を捉えた写真、ビデオによって、胎児への批判が高まった。また、現在の胎児では漁における、生け締めや解体作業は、小型クジラ類の死を晒し者にされないために、公衆の視線を避け天幕の覆いの下で行われる。映画、ザコウブでは、 イルカ漁は日本国民から隠蔽されていると指摘している。しかし実際にはイルカ漁への批判が起こる前は日本はイルカ漁を文化とする国なので普通の漁業として一般公開されていたものがフリージャーナリストの和田井健美の大事長での取材による反捕鯨団体や海外メディアの取材行為が結果的に隠される要因になったのだろうと指摘している。 2015年、映画監督の佐々木メバが、映画、ザコーブに異疑問を感じ、公平な観点からのドキュメンタリー映画を制作していたところ、ザコーブにも出演した、シー・シェパードのポール・アトソンから、まだ映画が完成していないにもかかわらず批判され、佐々木は攻撃の対象となったことで、大事町民の心境を理解できたと語っている。2013年に研究者からや、 2014年に、世界動物園水族館協会から、寮への反対の立場が表明され、おおむね捕獲法と池しめとが疑問視された。2015年、まずは、和歌山県大寺町で行う追い込み寮から、小型クジラ類を取得していることを理由に、日本動物園水族館協会を突然、会員資格停止処分とし、1ヶ月間の猶予期間中に改善策を示さない。 場合は、日本動物園水族館協会を除名処分にすると勧告した。この処分は、わざがイルカ保護団体、オーストラリアフォードルフィンから訴訟されたため、強行姿勢を取ったと、一部の人々は推測したり、日本の水族館に小型クジラ類が少なくなることを心配したりした。これに従い、2015年5月20日日本動物園水族館協会は、 追い込み量で捕獲されたイルカの購入をやめることを決定した。日本動物園水族館協会は動物園の加盟者の方が多く、世界動物園水族館協会から除名された場合、動物の輸入が困難になるために、世界動物園水族館協会への流票が多数を占めた。アメリカでは原則として野生動物の捕獲を禁止しており、水族館にいる。 イルカの7割は施設内繁殖となっている。しかし小規模の水族館には繁殖用の設備がなく費用面の問題より新たに設備を整えるのも困難である。また、半イルカ追い込み量の集会やデモが主に反捕鯨国と言われる国々で散発的に起きている。食用としての追い込み量が行われる。ソロモン諸島での量の起源は不明である。 マライタ島南部のフィナーレ村は19世紀の中頃にキリスト教の影響で漁が中断されたが1948年に復活したと口述されている。漁はイルカが多く出現する特別な村々が行っている。マライタ島南部の人口150人ほどの村ではイルカ漁のシーズンである1月から3月には連日村中の男性が総出で追い込み漁を行う。 カヌーで2 0トルほど沖合に漕ぎ出して、イルカの群を探し、石を打ち合わせる音で包囲して、マングローブの生える浅瀬へと追い込む。高度の連携技術が必要とされる。漁が成功するのは、シーズンのうち7回ほどで、1回に約100頭が捕獲される。イルカ肉は、村中に分配されて、石焼きにされ、漁民自身の食料のほか、 農耕民との物々交換の物資となる。また、イルカの葉は、ソーシング材料として利用され、伝統を色濃く残すマライタ島では、貨幣としてもソロモン諸島ドルと共に流通している。追い込み量に要する労力は大きいが、生活や文化にかけがえのない量として続けられている。ただし1990年代初めから、現金化しやすいナマコ漁が、盛んになったり、 漁業権をめぐる争いがあったり、漁業以外の産業につく若者が多くなったりしたため、イルカ量はやや衰退している。また、食用に加えて、飼育用のイルカ生態捕獲も行われており、枯渇しつつある輸出用木材に代わって新たな産業として期待されている。一方で、環境保護団体などからは批判を受けている。 2003年のメキシコ向け生体イルカの輸出をめぐって激しい国際的非難を浴びたソロモン諸島政府は生体イルカの商業取引を一度は禁止した。しかし輸出業者が起こした訴訟の結果2007年に規制は憲法違反であるとの判決が出された。同年にはソロモン諸島の総督からアラブ首長国連邦のドバイ向けに イルカ30頭の輸出が許可されている。2010年に漁は一旦中止されたが、2013年には漁が再開された。ワシントンポストは、2013年に少なくとも1674頭が消費されたと伝えた。ソロモン諸島での抗議活動は、アースアイランドインスティチュートという団体が知られる。ソロモン諸島の漁民は、 2010年にアースアイランド研究所による金銭の提供によって追い込み漁を一旦は中止したが金銭トラブルが発生したか2013年には漁が再開された少なくとも20世紀半ばまでキリバスで同様の追い込み漁が行われていたペルーの法律ではイルカを捕獲しその肉を食べることは禁じられているが 毎年かなりの数のイルカが、今も漁師により違法に捕獲されている。正確な数はわからないが、ペルーの団体、ムンドアスールは、毎年少なくとも1 0頭が消費されていると、見積もっている。イルカの捕獲にはボートでイルカを追い、漁網で囲い込んでから森を打ち込んで戦場に引き上げ、まだ生きている場合は殴って絶命させたと述べている。 ハンドウイルカやハラジロウカマイルカといった様々な種類が取られている。台湾の宝庫諸島では政府により違法とされるまでの1990年までハンドウイルカの追い込み漁が行われていた。この漁では主に南ハンドウイルカが対象であったが普通のハンドウイルカも取られていた。カナダで学術研究用に白イルカを捕獲する際、ボートで追って、 捕獲用の漁網で囲う方法が用いられた。昔のハワイでは、漁師は食用にするためイルカを浜辺に追い上げて捕まえていた。昔の風習では、イルカの肉は、その他何種類かの食べ物と同様に女性にはカップとされていた。現在では、イルカの追い込み漁は、ハワイで行われていない。古代ギリシャでは、イルカの追い込み漁が行われており、アリストテレスが、 動物史にその様子を記している。捕獲の方法は不明であるが、ロシアでも白イルカやシャチなどの捕獲が行われる。ロシアはシャチと白イルカを教育目的で捕獲できる唯一の国とされ、輸出目的で多くの個体が捕獲される。2019年にはシャチ11頭と白イルカ87頭が、ナホトカの施設で劣悪な環境で飼育されていることが報告された。 多くが中国などの動物園に輸出される。2015年2月6日、英国政府は日本で行われる追い込み量に反対を表明する方針書を発表したが、一方、2月19日にはフェロー諸島の追い込み量を妨害する環境テロリストの渡航者に対し、現地の方や監修を尊重せねばならないとする警告書を発した。日本の週刊ポストが 海事長の追い込み量で捕獲されたイルカが、ウクライナやロシアで、軍事利用されていると飛ばし記事を書いたことがある。2014年8月に、週刊誌はウクライナに、イルカ小施設は3、4施設しかないから、2013年までに、日本から輸出された51頭は、輸入の頭数が多いとし、軍事利用を疑う飛ばしを書いた。週刊誌では、 D 社とされたが、日本からの輸入の受け入れ先は、ウクライナオデッサに本社がある、イルカショーとホテルの多国籍企業ネモ社で、2010年と2013年に、イルカを輸入した。一方、ネモ社は多国籍企業で、旧ソ連諸国などユーラシアに、複数のイルカショー施設を持っている。日本からイルカを輸入する前の2006年11月には、 イルカ小施設は6施設だったが、2010年から日本からイルカを輸入し始め、旧ソ連諸国や東、ヨーロッパ、アジアに拠点を増やし、2011年10月にはネモが関わるイルカ小施設が8施設だったが、3年後の2014年には18施設に増え、4年後の2015年6月には19施設にまで増えたことが知られ、 前述の週刊誌の言う、ウクライナに3つ、4つほどしかない水族館用にしては、数が多すぎる。と矛盾する。太陽国は追い込み漁を行っていないが、2014年、プーケットに新しいドルフィナリウムが開業することに、対し、追い込み漁を行う日本の大寺町から入手した、バンドウイルカを使用しないように求め、開業を阻止する運動が、 リック・オバリーやシー・シェパードなどによって行われた。行政による開業前検査で施設の不備を指摘されたが改善して2015年10月31日にドルフィナリウム、ドルフィンベイは開業した。フィナーレ村や近隣のオーランドイルカの墓兵と近代通貨との間では一定の使い分けがされる。イルカの歯はカヌーや家畜の豚、不動産といった。 気象財産の地域的取引や光電などに使用されている。ありがとうございます。